はい、こんにちは、森です。今日も、謝罪動画、お話ししていこうかなと思います。お話じゃないな。話していこうかなと思います。ピンマイク、ないくて、内蔵マイクで撮影しておりますので、ちょっと、聞きづらいかなと思います。ごめんなさい。コロナさん大流行しておりますね。コロナさん大流行。コロナビールでございます。コロナビールの T シャツでございます。これ何気いい T シャツなので、皆さん探してみてください。はい。ということで、今回は初心に戻ろうの回です。戻ろう。初心に戻ってみよう、みたいな感じです。僕、初代のカメラ、以前の動画ですね。以前の動画で 70D と、キャノンの 70D とタムロンの 7200F2.8 をよく使っておりましたという、動画を以前、大昔って言っても1年前ぐらいかなと思いますが、その動画を出しました。で、久々にそのデータを見たんですよ。そのデータを見て、最近は、レンズで言うと、7200じゃない。105mm、シグマの 105mmF1.4 有名レンズですね。をよく多発っていうか、よく頻繁に使っております。はい。で、たまに 85mm の F1.2 を使うかなっていう形なんですけど、で、7200ので撮ってた、写真が、最近出てきたって言い方あれですけど、もう3年4年前ぐらいの、写真、3年5年もっと前かなの写真が出てきたんですよ。5年どころじゃないですね。6年、6、7年前の写真が出てきたわけですよ。で、その時の、インスタで僕書いたんですけど、で、その時のデータ見てた時に思ったのが、あれ、やっぱりタムロン 7200F2.8 の逆光で撮った時の写りがふんわりしてる、あったかいっていうか、女性を撮る時にふんわり、子供もいいと思うんですよ。子供も撮る時にいいと思ったのが、ふんわりしててすごい柔らかいタッチで、今の写真とはちょっと違った写真で撮ってたので、あれ、これ意外といいな。本当に今7200の出番が少なくなってきてて、マジで使ってないんですよ。で、この前学校の撮影、学校写真があったので、その時には使ったんですけど、学校写真って基本 F8 とか、かなりピントじゃない、F を上げて、撮影するスタイルがメインなので、なんとも言えないんですが、まあ、それで使ったと。で、その頃の写真を見ると、やっぱりこう柔らかみがあって、すごい素敵ないい写真に、見えたんですよ。僕、今の写真からすると。今の写真、どっちかっていうと、ピントシャープでなんちゃらかんちゃらみたいな、ゴリッゴリに加工してみたいな感じで、やった方がいいかなと思ってる感じなんですよ。で、その時の写真を見ると、やっぱり7200の F2.8 っていうのは、もちろん便利ズームではあるんですけど、かなり、いいレンズになってるかなと思うんですよ。なので、今後もうちょっと7200の出番を増やしてあげてもいいのかなと思います。なので、ちょっと作例という形で今度写真を撮りに行くので、ちょっと撮ろうかなと思います。で、なんで使ってないかっていうと、富士フィルムのマウントアダプター、を返したときに、タムロの7200って、ピントがダメなんですよ。ダメっていうか、なんか使えないんですよ。対応してないレンズになるので、フィンガーでしたっけ？アダプター。僕、また動画上げようかなと思うんですけど、そのマウントアダプター何使ってんのっていうところで、上げようかなと思うんですけど、それで対応してないので、それで使えないっていう形なんですね。なので、マニュアルピントは一応使えるので、それで撮っていこうかなと思います。はい。タブロンと多分富士フィルムの相性結構いいと思うので、写りの、あれ、としてはいいと思うので、使っていこうかなと思います。で、もし作例とか、こんな感じで撮れましたっていう形で、上げれればなと思います。で、失敗したら 5D で撮ります。はい。ということで、とりあえず 7200F2.8、今後ちょっと使っていこうかなっていう形です。本日は、タムロの7200、ちょっとかわいそうすぎませんっていう動画でした。以上です。バイバイ。